つるつる頭でニコニコさんですね。はい、ありがとうございます。鳥海さん、平川さん、こんにちは。こんにちは。8月ということで、これからが夏本番と言っていいほど暑くなりそうですが、お二方は暑さ対策で工夫されていることはありますか？ちなみに私は額に冷たいものを貼り付けたり、出かける際に飲み物をキンキンに冷やして持って行ったりしていますということで。おお。どう、まず夏ってどう？夏は、それほど得意ではないんだけれども、でも冬よりは全然マシ。寒い方が。寒い方がダメ。ああ。トリちゃん反対なんだよね。でもどっちも嫌い。どっちも嫌い。秋しか好きじゃない、まあ、ね、割とこう、年齢的にどっちもね、激しいのはきつい年代になってきたよ ね、 うね、もうアラフォーだからねもうだってね、もうそりゃそうですよ、四十ももう近づいてきてますから、はい、特に何か対策とかってやってる？まあ、今年はほら節電とかあるでしょ。そうですね、でもエアコンとかクーラーの風って実は僕あんまり得意じゃないんですよ、だから、あんまり家でもつけないんですよね。扇風機的なやつは？扇風機よりもうちわでもうパタ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 やってる方がいい。うちわとか扇子とかでやってる方がなんか得意かな。でもさ、家帰ってさ、仕事終わってさ、入った瞬間にさ、おーってなるな。なる。うわってなる。すごいでしょ。やっぱ閉じまりしていくからさ。そうね。そう。それでもあえてパタパタ。その時は一瞬一瞬だけこうわーってつけて、でも28度のになってるんですけど、28度でつけて、ですぐにピッて消しちゃう。ああ。ちょっともう空気が入れ替わればって感じ。まあよしっていう感じ。ああ、俺無理だ。節電はしてますけど ね、 まあね、でもね、あれですよ、まあ、空調とかをまず今第一に止めたりとかっていう風習があるじゃないですか。俺ね、これは私の持論なんでね、あれですけど、別にこれに賛同していただかなくていいんですよ皆さん、空調は止めちゃダメだと思う正直ほら、いろんなオフィスとか会社ビルごととかもやってたりするじゃない。そうですね、あの仕事で行くところとかも。でもさ、熱中症とかさ、やっぱりさ、本当危険なんだよね、あれね、家の中で、ね、危ないんだよね、だって倒れてからじゃ遅いから。そうです、そうです。そう、だから水分をこまめにって言うけど、これ他のことでなんか節電できないかなと思ってて、それこそ、確かにね、そう、電気もそうだし、とかなんかちょっとしたものの電源抜いておくとか、そういう方で空調はなんかまあ高め設定にしといて、つけとけばいいんじゃないかなと思ってる。予備電源とかをこうコンセントからもうプラグごと抜いちゃうとか、アダプターを抜いちゃうとか、それだけでも全然違うんだって。そうそうそう。それ自体が発してる熱も出ないし、ね、だからね、なんかいろいろあるんでしょ。その 15% って言ってたけど、意外ともうちょっと低くてもよかったとか。そうそうそう。まあ一応何かがあった時用にってことなんだろうけど、まあね、まあ、もちろんね、そういうそういうのすらもまだ通ってないところもあるから、我々の言ってることもね、ちょっと甘え なのかもしれないんですけど、でもやっぱりね、ちょっとね、気をつけないといけないと思って。本当に体調あってこそですからね。そうだからね、俺今年ね、すげえ水飲んでんの。あんまり普段飲んでるイメージないよね。そう、仕事でも、ほとんどのペットボトル大体持っていくじゃない、500がこんなもんよ、2センチ3センチぐらいしか俺減らないの。普通に持って帰るもんね、飲みきれない、残してね、そう、なんだけど、そう、それで1日持つんだけど、最近はちゃんと1本なくなるもん。あ、それは体のことを考えると入れとかないと、なるよね。なるな。家でもね、すげえ水飲んでる。あー、わかるわかる、もうすごい飲む俺もね。なんかそうすると結構体も冷えるから、そう、そうなんで、私たちはそういう風にして生きているんですよ、あとは薄着です。でも僕は長袖ですでも日焼けできない家の中ね。あ、家の中はね、外はもう全然さすがにね、家の中はもう薄着です。まあそれでね、なんとか乗り切りましょうよ、乗り切りましょうよ、ね、これ以上暑くならないことを願ってですね本当、大変、ね、大変よ、はい、じゃあ続き